はじめまして。りあと申します。26歳です。今、日本に住んでいて、名古屋に住んでいます。介護として働いているので、日本語はあまり上手じゃないと思いますけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう上手じゃない？ そんなはい。に。じゃあ今も介護の仕事をしてるんですよね。はい、今もう9ヶ月間かな、10ヶ月、日本で介護として働いて、まあ、そうですね、なんか今日は明けの仕事して、昨日の午後4時から仕事をして、今日まで朝の9時半まで仕事したんですけど、なるほど。ちょっと長いですね。そうですね。初めてです。なるほど。でももう、なったですか？ 10 ヶ月になりましたか？それともまだですか？これから。もうなった？ 10 ヶ月。10ヶ月、日本で生活するの、いいですよね。慣れたんだけど、今日の仕事初めてなので、やっぱり夜勤の仕事って大変ですねって思っています。なるほど。はやけんは初めてですか？い、今日は初めてなんです。1回目なんああ、ですよ。そっか。そうしたらもう、もうできてるっていう評価がもらったと思うんですね。そうじゃないと、夜勤、多分やらさないと思いますね。ってことは、もう仕そうで事すよね。慣れているってことですね。そうですね。うん、宇でも、宙の本当仕に、事。日本語はもう、日本人に近いと思うんですけどね。ありがとうございます。はい。やっぱり、職場でよく日本語を使っていますか？みんな日本語で話しているから、そうですね、外国人でここで働いている、インドネシア人、外国人、特にインドネシア人は多くて、私のフロアでは4人のインドネシア人がいて、そして、みんなは、私は特定技能のビザを受けたんだけど、その残りの3人は、技能実習生あ、はい。で、そうですね、技能実習生で、S も技能実習生だったら、4級のレベルだけで結構ですけど、私の職場、今の職場では、3級も取れなかったらダメですっていうイメージなんです。ってことは、サンキューですね、リアさんも。みんな、そうです。私も、今年、はい。3級を受けました。3級ですサンキね、ュー、今サンキュー。年。それか、GLPTN さん、サンキュー。サンどれ？キューってやん。そうああ、そうサンそうキュー、そう。サンキュー。あ、ちょっと違うんですか？ GLPT と。すみません。FP っていうサンキューのことです。あ、サンキューはもう前のことだと思いますね。今はサンキューはもうあんまり言わないと思いますね。今は GLPT の、まあ、N3 とか N1 とか N2 とかですかね。昔は、GLPT、なる前に、1級、2級、3級っていうことだったんですけど、それは2014年からかな、変わったんですね。結構前ですね。知りませんでした。ああ、大丈夫です。はい。もしかしたら自分が間違えたかもしれですね。ない。うん、はいはい。なるほどね。はい、はい、どうぞ。去年も、日本語の歴史試験、GLP っていうの、3、GLP っていうの、レンさん N さん、を受はい。けて、今月の末は、結果が出た。あ、出出るるんんでですす。ね。ごめんあ、これなさい。から、これから出るんですね。はい。うん、でそれも、を待っています。合格できると思うんだけどね。今の日本語を見ればね。
でもまたあ、人によってまた違うんですけどね。会話が上手だけど、文法があんまり良くないとか、そういうのもいるんですけどね。そうですね。私もなんか、はい。概要はできるかもしれませんが、なんか文法はあんまり、これは本当はできるかな、使えるかな、この状態だと、この場面とか、使えるかなって思って、うん、だから、そうですね。それが。あとも、まあ、これからもね、あと、そうだね、まだ日本にいるんですよね。長くいるんですよね。まだ、10ヶ月だから、あと4年4ヶ月ぐらいかな。あ、2ヶ月か。4年2ヶ月いるんですよね、日本に。まあ、それはなんか、特定技能、なんか、1月毎年、そうん。の契約書がああ、変更するんです新しね。くでまあ、きる、変更する、更新するんで更すね。新。で、多分私は今の職場で2年しか働きませんから、次の仕事を見つけたいと思います。なんかみんなそう、同じこと考えてるんですね。まあ、今の職場はこれでとか、また次の職場に行きたいとか、やっぱりね、仕事が大変だろうと思うけどね。で、今日もなんか、実習生が、ちょっと、ね、相談が、なんていうの、入ってきて、ちょっと、給料がすごく安かったみたいですね。うん。いくらですか、その。そうね、手取りが、9万6千円ぐらい。本当に、そうそうです。ですね。そこから、生活費だよ。で、生活費も、なんていうの、取って、そこからまた家族に、まあ、6万ぐらい送らないといけないのですね。そうしたらもう本当に、ね、大変ですよね、それは。大変ですよね。うん。なんか、引かれる金額が結構大きかったんですね。まあ、証明書、まあ、証明書、給料明細見たら、なんか、それね、引かれた分が、6万以上あったんですね。多いっすうん、ね。なかなか、なんかそれ、残業があまりないみたいですね、そこの職場だと。うん。何の仕事ですか、それ。それは建築ですね、建設。面接の仕事ですね。うん、建設の仕事は大変だし、給料がね、そこまで高くないんですよね。だからみんながっかりしちゃったんですね。がっかりになっちゃって、もうインドネシアに帰りたいっていう人が多いですね。でもそれそうはですね。現実ですね。そうですね。なんか、いきなり出世して大は変やけどして、給料い。がそんなに多くなくて、どうしようかね。うん。なんか、私も、日本にいる目的は、なんか、インドネシアで日本語を喋られるために、なかなか難しいと思って、日本に来ましたけど、ここにいても、なんか、あんまり話すチャンスがなくて、わ頑張っかてるやわつかる。わかる、その作れ気ない持ですち。ようね。んうん。なんですか、ビデオ先生って、以前、日本で留学しました。そうですね、留学生として、日本に行きました。まずはね。まあ、その時に、スポンサーがいるんですよ。スポンサーがいて、で、日本語学校の、学費全部払ってくれて、でも、その代わりね、その代わり、自分がその会社で1年半ぐらいかな、仕事して、給料がすごく安かったんですね。4万しかもらわなかったんですね。1年半で。1年間半かな。うん。でも、うちとか、あと、まあ、うちかな。そうね、住むところは、そこが出してくれるんですけどね。まあ、まだまだラックだけど、はい。あとは、食料だけ考えればみたいな。で、4万もらってるんですけど、その4万から、2万貯金しないといけないんですね。次の学校に行くために、2万残さないといけないですね。そうじゃないと、次の学校に行けないですね。そうしたらもう帰るしかない。だからもう毎月2万貯金しないといけなかったんですけどね。だから、最初は本当に、大変でしたね。
ですだよね、先から、生。だってね、いくら仕事しても、給料が4万しかない。